徳山の盆踊りは、静岡県灰原郡川根本町の徳山地区に伝承される民族芸能。国指定の重要無形民族文化財。ひいあい時間毎々年8月15日に、浅間神社の霊体祭において披露される盆踊りで、成人が演じる、狂言、少女らによる小歌踊り、ひいあい、少年らが鹿に仮装する、鹿舞の3つの演目からなる。 小歌踊りの間に狂言を挟む形式は古い、歌舞伎踊りを彷彿させ、そこに、動物の仮想踊りである風流が加わるなどの、際立った特徴を持つ。これら狂言と、風流踊りからなる全体の構成は、近世初期の痕跡を残しており、芸能史的にも貴重とされる。ひいは、朝の波紋用の浴衣に、出数式の帯を締めた娘たちが、一文字傘をかぶり、 あやぼうあるいは、扇を持って舞う古風な小歌踊り。林氏のひいあいにその名の由来がある。かつては女装した男性が演じた。鹿舞は鹿に噴した少年らが、境内に繰り込み跳躍して踊るもので、二頭の目鹿を従いたお鹿を先頭に、ソロクと呼ばれる数名の少年らが、ひょっとこやお亀の面をつけて、これに続き、笛、太鼓などの林方が最後尾につく。 仮想の一段は、紅白に彩られた二本の綾棒を、前鏡のままかろやかに回しつつ、毎道の周囲を跳躍する。一旦動きを止め、おじかが頭を左右に振った後、そりゃあうんはーい,いなる言葉を叫んで失踪する一道の、所作は、畑を荒らす害獣を重複する儀礼を意味するとも、言われる。かつてはかがり火を囲んで、和踊りするひいあいの周りを、敬語役となって踊っていたという。 演目の次第はおよそ以下の通り、浅間神社境内とあたご地蔵堂を移動して、披露される。しかんまい、神寄せ、打ち込みの笛、四節踊り、歌い、神涼しめ、ひいあい、しかんまい、大家、ひいあい、ぼたん、ひいあい、よりみつ、狂言、神涼しめ、しかんまい、大家、ぼたん、真相が、狂言、しかんまい、かぼちゃ踊り、引きは、踊り。 ありがとうございます。